レッグレイズの足を上ではなく横に動かすバージョンを紹介します。腹筋板バラが弱い場合、太ももの力ばっかりを使って足を持ち上げてしまうんです。全然腹筋の運動になってないんです。力まずに息をしっかり吐くことができれば、お腹をへこます腹横筋も使うことができるんです。腹筋4種類全部使うことができるメニューなんです。板バラの腹筋使うポイントは、腰の隙間をなくさないといけません。これがまずできないと下腹に力が入りません。腰がどんどん反れてお腹よりも腰に効いてしまいます。タオルがあるよって方は用意してもらって、ない方は自分の手でねチェックしていきましょう。タオルある人は腰に敷きます。普通は寝た状態でスポスポ動くと思います。腰を床につけて動かないようにします。力を抜くとまた抜けます。腰をしっかりグッ床につけることで隙間を埋めることができます。腰を床につけた状態で30秒キープです。いきましょう。スタート。腰が床についた感覚わかんない人は、足をねちょっと上げてみてください。そしたらお腹がへこんで腰が床に下がると思います。この状態をキープしてから足を伸ばしてみてください。これがね、姿勢をよく保つための骨盤の角度です。しっかりね、抜けないように、腰をつけたまま引っ張っても抜けないように。はい、 OK。 いきましょう。肘ついて、体を起こして、足上げて、腰つけて、息は長く吐きます。いきましょう。スタート。こういう感じです。あんまり肘は床をこう押してない感じ、こういう感じ。一応肘つくけど、自分の腹筋使って上体を起こしておきます。きつい方はね、肘ついて足が揺れるのを見ながら、あー効いてきた。 OK。 腹筋の使う部位がね動くんで、一箇所だけが辛いって感じではなくね、全体が辛いですね。あと2回です。いきます。スタート。腰をしっかりつけて、動かす幅は少しでいいです。うおー、きつい。ゆっくり、ぐわー、やべえなこれ。みんなも頑張って。だー、入ってー、腹いって、うわー、あともう一回ちょっと頑張ろう。これマジ気合いるなこれ。よっしゃ、行きましょう。ラスト、よし、行きます。スタート。よし、頑張って。動かす幅少しでいいよ。もしね、もも辛い人は少し曲げてもいいよ。できる人伸ばして、いやーこれやばい。引く、うわー、1秒が長い。うお、うお、だー。まずは寝た状態からあぐらを組みます。あぐらを組んで押さえてる側の足、床についてる足側の腹筋が主に効きます。ですので両方必ずセットでやってください。このまま体を起こして、手を伸ばして、手は低い位置です。床をパンパンとタッチするイメージで手を振ってください。これを20秒。呼吸はできるだけ一瞬で吸って長く吐きます。首疲れるよって方はね、片手で頭持っててもいいです。片手は振ってください。それではいきます。スタート。こういう感じで足でしっかり押さえて、OK。 反対足いきましょう。1セット目はね、まだなかなか効きませんから、2セット目以降からが本番です。しっかり体を起こしていきましょう。それではいきます。反対、スタート。長く吐いて、
いいな、疲れてきた。今度は足をカエル足にした状態で手を前に伸ばして、このまま手を振ります。20秒です。しっかり体を起こしていきましょう。スタート。しっかり手を、ね、強く振ってください。お腹にね、グッグッグッと効くと思います。2セット目はね、やっぱり効きますね。次は足を伸ばして、足を組んで、このまま上体を起こして足も持ち上げます。上の足でしっかり押さえてください。下の足はね、下に落ちないように浮かしたままです。このまま手を振ります。それではいきます。スタート。しっかり足を押さえるとね、下腹に効くと思います。うわー、きちい。下向いて、 OK。 ガー、反対足いきましょう。しっかりね、お腹全体を使っていけばね、姿勢改善、下腹ぽっこり治ってきますから、頑張りましょう。それではいきます。スタート。しっかり手を振って、首疲れたらね、頭持ってね、キープでもいいよ、これでも、これでもいいよ、これでもきつい。手をね、振る人は振って、これでもいいよ、きつい、きつい、頑張れ、頑張って、ガー、うお、うお、うお、疲れでした。いやー、しっかりね、下腹使うことができたと思います。これグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。